あの地図をね、復写して、そうそうパサパサしてあるやん。そっか、ちょっと斜めから見るとどうなる。後半何しましょうという話で。あ、何しましょうか。とりあえず、まあ、番外編ネタやろけど、マルチメンバーのシュルカーボックスの中身見せてくれっていうリクエストがあったんで。よくあるよ、シュルカー。あるやろな。パパのめちゃくちゃあるやろな。見たい見たい。番外編1本ぐらいあると思うで。あ、100回のなんか作ろうか、100っていうやつ。なんか。みんな100のアイデア。漢字で100。あ、100個集める。あ、なるほど。ダイヤ100個いく？ゾンビーフ。ゾンビーフ。すぐやん。集まりにくいもんってのはねやろ。ダイヤ？ダイヤ100個？うん。よし。ダイヤ100個いこう。いいね。うん。いいねいいね。じゃあ後半はそれで。それは一人100個？全部合わせて100個？エメラルドは無謀やな。鉱石しかも。うん、無謀。無謀なアイデアマスターですな。ダスダスさん。ダスダスさん。ダスダス。ダイヤは100個って各自100個。それとも全部で100個。全部じゃねえ。全員でいいんじゃねそこは。うん。これ、鉱石？ダイヤ？どっちやろ？いや、ダイヤダイヤ。うん。だから、あの、ホイールさんのところに近いってダイヤあったよね、たくさん。それかい。あれかい。なあ。サバニの近くのどっかで。そうしよう、そうしよう。セカンドやから。うん。あっせ忘れてた。サバの地図、あの、うん、出っ張った地図を複写したらどうなるか。うん、おお、それもやるか。うん、やってないんだ。というのと、あと、うんうん、1から作って拡大、まず1から作るのと、あと拡大していったらどうなるのか。あ、あの地図をね、複写して。うん、そう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 。あはは。リクエストあったんで。あ、面白そう。これ、こうなったらエンダーチストの中身とかも気になってくるな。まあ、それはまたこうね。よっしゃ、エンダーチェストも置いときま、あ、見えへんもんね。そうなのよ。人の中身は。そうなんですよ。人の中身は見えなんだ。うん。しゃあねえな。あれ、順番どうやったっけ。順番これでよかったかいな。ちゃうちゃうちゃう、ここで。ああ、なるほど。エンダーチェストの中にエンダーチェスト64個。お後ろから来るか。行って、あら誰か来る。え、ちゃうの、マグニーか。そう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 、危なかった今。来てはります。ホイールさん取ってきた。テクニシャンやな。さあ、1位取れるんでしょうか。あ、そうか、ポンズ一番ケツじゃなかった。うん、いや、私が一番後ろです。デレン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 デレルデレデレ。あ、オリさん多分到着したら1位と言います。今1位と絶対言います。さっき言うな、さっき言うな。あ、来た来た、ポンズ来た。テテテテネテネテネ。おお、早い。刺した、ポンズが刺しました。着いた。さあ、ポンズが今入力しております。 G。 モーニング娘かー言って。何がいるんだったっけ。あれ、あ、コンパスがいるね。コンパス、ね、コンパスがいるんか。うわ、俺エンターチェストだ、ね、コンパス、ルルルルル、ラミパス、ラミパス、ルルルルル。パパからの提案でですね、ここのこいつでもろもろ検証したいという内容ですね。いいですね。そうですよね。これどこになるの。あ、違う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 、その上でしたね。ここか。はい、こいつですね。こいつをまず複製するところからですね。ルルルルル。あ、1個できました。これ横並べるだけでいいんだよね。ですね。横並べる。はい、複製します。なくなっちゃうとごめんね。ピンがなくなる可能性あるよ。スパーン。あ、あ、あ、両方ピン立ってる。ああ、バナー立ってる。はい、結局変わらずか。ほら、ピン立ってるでしょ。で、これもこれ複製したやつご覧ください、うん、ね、立ってるでしょ。あ、ちゃってる、立っちゃってる、立っちゃってる。じゃあ、さっきホイールさんいきますね。はい、皆さん回してちゃんとご覧ください。ここで見てもなんともなってないんですよ。
誰かが持つとピンは立てないんだけど、自分で見ると立ってるんですよね。うん。持ち替えた。バス、バス。確かに右と左出ちゃうからな、見え方が。スパーンとね。寝ますか、さっき。同じことして。スパン、スパン、スパン。寝ましょうか。寝よ寝よ。で、次が新規で作ったやつですな。あ、そうですね。新規で作るとどうなるか。あとこの地図を広げるとどうなるかだよね。おやっすよいしょ。じゃあこの地図は置いておいて、あとは新たにここで新規の地図を作りましょう。その新規の地図は果たしてピンが立っているのでしょうか。それではスパンいきますね。スパン、セバスチャンいきますね。セバスチャンいくよ。え、ここでいいのよね、場所。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。できるだけこの地図に近づいて、あ、それか内部入ってしまいます。ここ、あ、内部入った方がいいですね。そうです、そうです、そうですね。あ、ここですね、ここですね。じゃここでいきますよ。はい、セバスチャンいきますよ。セバスチャン、あ、あ、え、答えはご自身の目でご覧ください。ほい、お？お？お？答えはご自身の目でご覧ください。お？じゃあ次ホユルさんかな、順番的に。はい。じゃあパパ元々のやつ見て。はい。あるよね。お？うん。いいよね。お？あるよね。お？言うよね。言うよね。言うよね。そうか、ポンズ、ポンズ。いや、ポンズさんと並んで、バサバサしてあります。バサ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 。はい、うん、まあ、つまりピンは立たなかったということでございます。立たなかったと。これじゃあそれを貼れば、あ、同じ大きさにして貼ればどうな。あ、やってみますか。あ、同じ大きさ、同じ大きさですよ、同じ大きさですよ。うん、そうかそうか。じゃあそれを貼ればどうなるんだろう。はい、貼ってみましょう。あ、渋滞しております。じゃあいいですか。はいはいはい。あ、ぽん、お、治った。 なくなりましたね。でも今手持ちにあるやつはピンが立っておりますので。そうそうそう、謎です。これは記念にどっかに残しておきましょうか。残しておきましょう。内側にどっか額縁で貼っときましょうか。あ、額縁ちょっと、じゃあ皆さん持ってらっしゃる方いれば。まだね、この地図を広げるとどうなるかっていうのが残ってるんで。あ、そうか。じゃあ1個だけ広げますか。うん、1個そのパパのやつだけしっかり保管しといて、俺の方で広げるわ。うん、はいはい。額縁で用意しといていただいて、ちょっと広げますね、じゃあ先に。はい、いきますよ。なかった、なかった。珍しい。じゃあ額縁作ってきますね。あ、オッケー。ちょっとセバスチャンするわ。1回目のセバスチャン、よいしょ。おー、ん、消えた。あ、ミントあかんねえな。あー、答えはご自身の目でご覧ください。じゃあパパ今作りに行ってくれてるので、そちらさっき見といて、他の人見といてください。はい、オイルさんどうぞ。どうか。あーって言ってる。あー、じゃあ、プツゲポンズ。ああ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 あね、なるほど、なるほど。なんとなく答えが分かるような気がするんですけど。まあまあまあ、そうでしょうな、そうでしょうな。はい、どうぞ。はい、来ました。どうなってんのこれ。え、ないの。なくなったよ。ちょっと一回だけ大きくしただけなんで、どこまで映ってるんでしょうな。おお、びっくりした。貼りに、ここ貼りますね。あ、はい、どうぞ。で、これはぁ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 。あれ、ないね。ないですよ、これは。もう完全になくなってますね。パパが持ってるやつなくなっちゃってる。なくなっちゃってる。おお、あら、なんか先が2つになってない。
え、俺だけこれ地図が増えたからね。あ、そっか。だからちゃう。あ、そっか。2つになってるよな、これ。だからこっちの地図とこっちの地図。進化しちゃった。写真撮っとくか、これ面白いから。でも黒の部分ないんだね、こっち側。あ、そうそう、そう、そうね、そうね。なんなのこれ。見てよ、こんなまし。いや、再現不可能ってことは分かりましたね、パパね。うん。うん、これ再現不可能です、完全に。奇跡としか言いようがありません。スクショ用に。見方が完全にと違えてる。え、嘘。え、引っ込む。あ、ホイールさんの方から見るとか。あ、ほんまや。なにこれ。スニークすると引っ込む。うわ、すげえ。うわ、ちょっと待ってや。ディー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 、すげえ。ディー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 、すごい映像が撮れてる。何オクターブか声が高くなります。すごいすごい映像を今撮れてます。どうぞパパ。ホイールさんがまた新しい発見をしました。あれ、ほら、なんだこれ、イリュージョン。なんだこれやろ。なんだってか、なんだってか、そういう、そうか、面白、面白いね。はい、ポン酢が来ました。すごいね、不思議、不思議すぎるでしょこれ。不思議遊戯、不思議遊戯。これさ、ズームしながらやるとすごい映像が撮れるのよ。あ、そう、ズームしてなかった。やってみ、やってみ。指足りへん。そっかそっかそっか。どうにか指足りへん。どうにか違う指で代用してください。おお。そやろ、不思議、指足りへん、不思議。ぜひね、広めていただきたい。この部分だけでもいろんな方に村七不思議、七不思議見ていただきたい。七不思議の一つ。ありがたいね、神がくださりましたね、ネタを。ポンズのドアップが。映像に入り込もうとしてはるわ。おっさんも、おっさんも来た、おっさんも。うっさとワップや。もう何も見えへんねんけど。お腹しか見えへん。股間ドアップ。はっ。変なの。これさ、後ろから見たらどうなるの？ガラスに貼って。無理なんかな？え？ガラス？ガラスに貼られんかったっけ？額縁、無理か。貼れるんじゃないかな？後ろって見えないんちゃう？額縁が見えるんちゃうかな？そっか。ちょっと斜めから見るとどうなのかな？後ろ斜めから。後ろ斜めというか。もうちょっと後ろ攻める、攻めれるんちゃうみたいな。ふっ。おー、ガラス。おあれ？それ。あ、なるほど。すごい、さすがホイールさん。ちょっと後ろから。さすがサンダーボルト。あ、見えねえって。あ、でもやっぱ消えるんだろ、この位置で、ほら。もう。消えちゃうんだ。消えます。消えます、消えます。消えます。ニョキ。ニョキ。後ろから見ようにも、ちょっとこう斜めになろうにも、やっぱりこう、うん、見れないですね。なるほど。あれ、緑の位置変わってね。うん、変わってるね、ずらしたから。貼る場所によって変わるんだね。うん。なるほど。でも浮いてるんだよね、これ。あ、ほんまや、ほんまや。上から見ると。あ、これで減るで、また。うん。うん。ニョキ、ニョキ、ニョキ。四つ葉の黒は、ほんまやな。そのまま置いて、今度あの二人が来た時に見てもらいましょう。あ、そうですね、そのまま置いておきましょう。はい、うん、四つ葉のクローバーか。うん、うまいことやったら作れるかも。それで思い出したけど、この間俺が縦の動画出して、それ見て、うん、ホイールさんがなんか初めて見たっつって、うん、ツイッターでなんか上げてたね、装飾みたいなやつ。俺も初めて知った、あれ知らんかった、縦つけられるの。休憩入りましょう。めっちゃ囲まれてるやん。なんじゃこれ。うまいことすんな。ポンズの作品？なるほど。全裸で堂々たる立ち振る舞いを。